こんにちは。人生100年時代、後半を農業で稼いでいる品川です。本日は2月の作業、これについてビデオにまとめてみました。2月の主な作業は3つです。まずは、1月にもやりましたけれども、2月にも必ずやってください。怖い怖いブドウムシへの対策、トラサイド。これはやることをお勧めいたします。2月はなるべく遅い時期に、2月の末の時期に撒くようにしてください。2番目、ポットのコケ取りを行います。こちらをご覧ください。こちらのポットに、これは実は、撮影のことはあまり考えずに苔を全部落としてしまったんですね。申し訳ないです。このように苔がつきますので、この苔を落とすようにしてください。スコップ、それからこれなんて言うんだっけ、目玉焼き、フライ返し、このフライ返しが一番ベストだと思います。これは100円ショップで売っています。これでですね、このような感じで削ぎ落とすように苔を落としてあげましょう。苔をついたまんま育てるっていう方もおられるとは思いますけれども、当園では全部落とすようにしています。年に何回か苔がついてきたなと思ったら、フライ返しで落とすようにしましょう。なお、すごいこびりついてる場合は仕方がないので、このスコップとかでルートラップを破かないように気をつけながら擦り落とすようにしてください。本当、先に苔を落としてしまう後で申し訳ないんです。すいませんでした。これはこのように目玉焼き返しで簡単に取ることができます。この取ったのはちゃんと片付けた方がいいです。で、このように目玉焼きひっくり返し器では全然ダメなものがあります。この場合はで、あとでこれ金属のものですね、ルートラップを傷つけないように気をつけながらこのように剥がしてください。こうですね。これをしっかり取っておかないとすごい増殖しますので、今の季節のうちにきっちり剥いでおきましょう。次は芽傷処理です。芽傷処理についての詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。今から作業も行ってみます。こちらは長野パープルの1年目の木です。このように枝が、この主枝の部分からもう枝が出てるところ、この辺のところはこういうところ、それからこれ、こんなとこですね。こういうところはほっといても出ますので、芽傷処理は必要ありません。やるのはこのような部分です。主枝で昨年芽が出てこなかったところ、この辺を重点的に行います。使う道具は一応2つ用意しました。おかつねさんから出てるメデール。それと、単なるノコギリです。最初の頃はこれを使っていたんですけれども、正直作業効率が非常に悪くて、今はこちらを使っております。こっちからやってみましょう。傷つけるようにやるんですけれども、上からご覧になっていただければわかると思うんですが、もうすでにこの枝が太いので、入らないんですね。こういう時に困るので、この器具は結構使いにくいんです。そこで、ノコギリで行います。
この部分ですね、アップできますよ。この目よりもちょっと先のとこ、この辺のとこですね、約1センチから 1.5 センチぐらいでいいですね。この部分をここアップしてください。奥の緑の部分見えますかね。茶色のところを切って奥の緑の部分が見えるぐらいまで目傷処理を、傷を入れてください。これによってこの目が、あ、僕って先端にあるなと、ここで木が終わってるなと勘違いをして、ここから目が出やすくなるようです。もう一つやってみましょう。ではもう一箇所やってみましょう。こちらは枝が少し細いのでメデールでできると思います。このようにこの目から1から 1.5 ぐらい、5センチぐらい離れたところを掴んで、ギュッと、見えますか？中の緑の部分がちょっと見えますよね。こんな感じでいくんですけれども、少しずれてますのでもう一回やらなければいけません。こんな感じです。いかがでしたでしょうか。2月の作業3点、ぜひ上手にやってみてください。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。